度の話じゃないわ。そうか、なぜニンマスという大に衛星ができたのか。霊夢が空に向かって放った花クソが宇宙の塵を取り込みながら電極なり冥界線でかきったのか。そんなわけあるかい。他の例えがあるでしょ。例えば人とは言うのか。随分お上品なことで。おう、花クソ越しの太陽か。なんで書いてある。大きなものである。こうしてかきって固くなっていったのだな。壮大な話である。バカどもね。でっけえ水たまりがある。湖だな。生乾き部分か。おそらく凍っているな。よし、着陸はあそこにしよう。大丈夫なの。